ジグザグバンドのインジケーター使ってですね、ちょっと見てますけれども、15本足ですね。私は2016年ズルトレーダーにおいて世界1位となり、1億円近く投資をしておりました。人の金使ってね、投資をしておりました。世界バイナリーオプションスペシャリストの販売用先生です。今回 FX のね、ジグザグバンドのね、インジケーターですね。インジケーターからね、ジグザグインジケーターってね、これかな。ジグザグインジケーターってこれでなかった。これかな。もうちょっと待って。スタンダードにあるのはこれですね。ジグザグインジケーターの上がったり下がったりするんですよ。ちょっとこの上がったり下がったりは上がったり下がったりするやつの領域だけね、バンドだけを出してるやつですね。これと全く同じですね。これは3つ並べたんです、スイッチをね。それで、今ね、これ、15分足でこう当たった時に、いいんですけどもね。ちょっと設定値がね、まあ同じなんだけど自分で作ってます、インジケーター。これでね、これ作ってるんですけども、どこまででね、だから作ってるんですけども、この表示ね、例えばこう、このようにしちゃうと、こんな具合になるんですね、ガチャガチャガチャね。上がったり下がったり上がったり下がったりしてるんですね。こんぐらいのがいいかな、30ぐらいなのが。30×2.5、また、さらに2.5ってやって3本引いてるんですね。これで見た方がいいのかな。30で見たときはこんな感じですね。ちょっともう一回これ見てね。こうでしょ。こんぐらいで見た方がいいのかな。そうすると一度の台でこう見えますよね。投資位置がわかるんですよ。ちょっと待って、もう30だから、これ、35ってやったらどっちがいいかな。最初のちっちゃいのが30、今度35にしたんですよね。35ではこんな感じ。これを45ってやったらどうなるかな。45だとこんな感じですよね。だからこのバンドのね、こう上がったり、下がったりしてるんですね。このバンドだけを表示してるんですね。とこうでしょ。
60歩ぐらいにしたらどうかな。これあと65だよね。65ではこんな感じか。60ぐらいがいいかな。一番ジグザグの一番少ないのは 65×2.5。さらにかけて 2.5 ってやってみて、3つ使ってるんですよね。その両サイドのバンドだけを用意してるんですね。ジグザグのね。その方がいいみたいだね、この60ぐらいのね。こんぐらいがいいのかな。まあ65ぐらいでやっとこうね。で、これちょっと記録取っとくね。で、これだから、うん。ちょっと待って。もうできちゃったしがいいかだね。でね、あくまでも平均的なね、一般的な動きの上下変動で見てるから。この3本で分かるの大体ね。当然1.5倍、利益の1.5倍は外れることはあるから。
で、どこまでで損切り見るかってね、1.5倍でやって戻るのを見るか、それ以上はもう膨大な損益が出ちゃうね。こういうんだったら、スプレッド差がここぶつかったら、ここでね、リーグインしないといけないんだよね。で、スプレッドがちょっと大きいね、これね。この太いのに当たって、下の太いのに当たって上、赤の太いのに当たって下っていって、次のこのバンドにぶつかったらね、決算するって感じ、利食いがこういう感じね。で、これもっと流れることあるからね、こっちょっとガチャガチャいってぶつかったっていう、こういうとこね。1回目だとまだどん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 前進するから。今んとこないですね。またいい感じか。ちょっと難しいね。この2番目のバンドは、まあ今とこないですね。1分足の場合はこういうので見れるから、1分足はね、1分足とか、1分足はね、こういうのだね、あとピットコインだね。この大きいところから絞れてるのはダメだね。絞れてるのはダメ。ただ、太い側に出てるところからは OK なんだね。
そうですね。今んところないような感じですね。ギリチョンありそうな感じっていうのは。